はい、皆さんこんばんは。今日はですね、令和4年6月の、7日火曜日、実は今日那覇市市役所に来ております。4回、那覇市議会の一室を借りまして、これからですね、那覇市議会議員山川典治さんと、うちのゲストコメンターである坂本さんと3名で、ちょっと話を進めていきたいと思います。山川市議、よろしくお願いします。はい、こんばんは。さくらチャンネル初出演でございまして、本当に ありがとうございます。ちょうどですね、那覇市議会6月定例会が今行われてまして、今日から代表質問が始まったんですね。で、私は自民党会派の、代表ということで、今回は5人の自民党の会派から質問があったんですが、今日質問させていただきました。で、その内容は何かと言いますと、もうこれ古い話になるんですけども、実は那覇市民の、土地がですね、戦後のどさくさに紛れて、那覇市が、所有申請をしまして那覇市の土地になったということがありました。それで、裁判までなりまして最高裁まで行ったんですがね、残念ながらこの自分たちの、土地だったという原告側が、負けましてね、那覇市はもうこれ時効等々を含めてですね、いろんなことが、この裁判の中ではあったんですが、結果としては、那覇市が勝ったと。で、これは平成15年からの話なんですけども、でその頃はですね、原告側のこの元自分たちの土地だったという皆さんの中にはですね、その証拠資料がなかなかなかったんですね。ところがあれからもう20年以上経ちましてね、いろんな資料が出てきたんです。それでこれはやはり那覇市民の財産を守るのは本来ならば那覇市が守らなければいけない。しかし那覇市が当局当事者になってますんで、議会の方でですね、私どもはどうしてもこの那覇市民の生命財産を守るという立場からですね、しっかりと議論をして、その真実は一つでありますから、その事実をしっかりと古い歴史の中、つまり明治44年以降の話なもんですからね、非常に複雑多岐にわたりますが、それをしっかりと一つ一つこの絡んだこの糸をですね、ほぐすようにして今やってる最中で、今日は代表質問でいろんな質問をさせていただきました。めっちゃ声いい声じゃないですか。そこから入っていかないとと思ってですね、もともとアナウンサーさんですね。はい、で、今の、ラジオ沖縄の、ジャズライフ、山川典治のジャズライフを、担当されてて、サバゲーの帰りに車で聴いてるっていう自分は そこで知ってるっていうところからまず紹介させていただいて、山川市議会議ね、ということで、その話から私は入らせていただきたいんですけど、で今、途中急に私も、お話し合ってちょっと聞いてみてくれってことで、全く知識ゼロでこうお話しさせていただく中で、やっぱすっごい難しかったんですよ。まず話として難しかったんですけど、こうシンプルに言うと、那覇市の土地じゃなくて民間の方の土地だったんじゃないのっていう、でそれ手続きが結構雑じゃないのっていう話でいいのかなと思ってですね、戦後処理の私は一環だというふうに思っております。例えばですね、もともとこのある方、このある那覇市民です。この方がですね、お持ちの土地約5000室ぐらいある、5000坪ぐらいあるんですね。ちょうど泊浄水場の周辺に、その土地をお持ちになってました。でその、すぐ近くでですね、実はこの人は明治生まれの方なんですけども、焚き木とかですね、炭とかそれを作ってですね、製造販売をして、そしてそこは当時は、ガスも電気もありませんので、どうしても生活の必需品としてこの焚き木炭がいるわけです。でそこをみんな買いに来るわけですね。でそれをまた小売業の方もいらっしゃって馬車で運ぶんですね。で馬車の駐車場にもしてあったわけですね。で馬車に馬にね餌をあげたりするのも、実はこの方がですね一生懸命やられていたんですよ。で、
そこは本当に素晴らしいこの松林でですね、風光明媚なところだったそうです、うんうん、でそこがですね、当時は遠足というのはありませんので、はいはい、子どもたちにですね開放して、うん、そしてまあ飴玉あげたりしながらですね、食事も時々あげたりしてピクニックみたいにしてね、はい、開放して、うん、本当にねこの地域の皆さん、子どもたちからお年寄りまでですね、本当に素晴らしい人徳のある方だったという評判の方なんですね、はい、でこれは後にこの裁判闘争の中でですね、その方の周辺の隣地の皆さんですね、隣近所の畑とかあるんですが、そこの、お子さんであるとかお孫さんがですね、このおじいちゃんは本当に素晴らしい人でお世話になったと、うん、はい、でこの人が持ってる土地がですね、その後、まあ、亡くなられた後にですね、このお孫さん、はい、お孫さんといいましても今年もう92歳、お孫さんが92歳、はいはい、の、まあ、女性の方なんですが、うん、もう老人ホームに入られています。でそのまた、お子さん、ひ孫の方がですね、もう70代なんですね、うん、でその お孫さんにこのおじいちゃんからその土地をですね、5000坪余りの土地を、まあ、譲渡して、そしてそのまたひ孫さんにもね譲渡されたというような文書もあるんですが、それを裁判の時にですね、相手は那覇市です。前の知事だった尾長さんが市長時代の話なんですけども、実はその時に平成15年ですかね、裁判が行われて、地方裁判所から高等裁判所、そして最終的には最高裁判所まで、まあ、裁判で争うんですが、しかしこの原告がこの土地をお持ちの方、民間の方、被告が那覇市だったんですね。でそれで、原告の方からの、まあ、証拠資料があんまり、ないというか乏しい。だけど実際そこに間違いなくこの方、おじいちゃんがいらっしゃったという、お世話になった方々のですね、うん、陳述書というのもね、はい、ですね、20件余りあったんですね、うん、間違いなくこっちはこの方の土地ですよということでやるんですけども、結局裁判というのはですね、どうしてもこの民間対公、要するに公共団体であるとかですね、国とか県とか、はい、まあ、市町村の裁判の場合は、私の個人的な意見ですけども、本当にね、圧倒的に裁判というのはこの公が勝訴するパターンが圧倒的に多いんですね、はい、一民間対この自治体と この裁判というのは非常に民間は不利になるんですよ、うん、でそういう状況も あってです、あってかどうか分かりませんが、この裁判の中でもほとんど、控訴をするんですね、地方裁判所から、この地裁から、高等裁判所に、はい、もうね、却下棄却ですよ、うんうん、この資料も調べようともしない、もう最初から頭からですね、うん、これはいや那覇市のものだと、うん、なぜならば戦後ですね、この米軍の指令でですね、指令とか特別布告令というのがありましてね、はい、米軍から土地をちゃんと所有権申請をしなさいということで、昭和22年以降にやるんですね、うん、でそれ以降ずっと那覇が、泊浄水場も昭和8年から戦前からあるから、はい、ここはその周辺の山林ですね、うん、山林として使ってたと。だからこの山林も戦後地盤は違う、変わるんですが、那覇市の土地としてね、うん、申請をして、はい、これが認められた、はい、ところが実際は戦前戦後ですね、このおじいちゃんたちが住んでるわけですよ、うん、その山林はさっき話したように、滝木であったとかですね、そういうご商売をなさって、本当に地域の皆さん、あるいはそのはるか例えば名護とかですね、遠くからもいらっしゃったっていうぐらい、それぐらいご商売なさって繁盛してた場所なんですよ、はい、でこれがなぜか那覇市の土地になってる。でこれをですね、今回はどうしても、さっきおっしゃってましたけども、今那覇市の市議会の議長を やっております久高智弘議長をはじめですね、奥間議員、あるいは柳議員がですね、はい、まあ、ずっと本会議で追及してきましたけども、当局はもう資料がない、うん、全部焼かれて、なんか答弁ができないというような流れがずっと来ている中で、私も
実は7年ぶりに去年奈良市議会に復帰しましたんで、まあ、この問題をですね、まあ、仲間の皆さんとも協議しながらですね、じゃあちょっと調べてみようかなということで調べていくうちにいろんなちょっと辻褄の合わない話がいっぱい出てきたということがありまして、まあ、今回今日の代表質問で、まあ、時間がなかったんですがある程度、はい質問をさせていただいたし、また続きにですね、来週の月曜日ですが13日に私 の一般質問の時間が、はい持ち時間質問時間は15分ありますので、まあ、そこで、今日の、まあ、課題をですね引き続きまた質問をしていきたいと、明らかに少しでもね真実を明らかにしていきたいと、そういう思いで、頑張っていきたいなと思っております。山川市議、質問の中で、はい、前に台車を置いて段ボールのこの、はいそうですね、6箱ぐらいですか、はいはいはい、あれはどういったのか。あれはですね、実は6箱じゃなくて全体で38箱あります。38、はい、ある倉庫に収めております。これは原告の、皆さんの関係者がですね、これを全部公文書館で、県立公文書館で、集めた資料です。でどういう資料かといいますと、これは戦後のですね土地所有権 の申請書なんです。でこれはですね、基本的には申請書は前の所有者、まあ、お父さんでもおじいちゃんでもいいですが、あるいは他人の方でもいいんですが、前の所有者の、名前住所、そして取得年月日、そして今回申請する現有地の所有権者ですねの氏名が、生年月日とかそういうまた背景ですね、ちゃんとあるんです。でもう一つ見取り図、これは構図ですね、今でいう地図です、うん、この3つをですね正式に出しなさいと、所有権申請 の担当委員会に出しなさいと、はい、でこれは、戦後のですね米国軍政府のですね指令でもって、指令121号、それから特別布告36号とあるんですが、これに基づいてですね申請しなさいと。でこの最重要要件がこの3点セットなんです。つまりこれは何かというと、全然知らない人が、戦後ですから、もしかしたら疎開でなかなか連絡取れない、あるいは戦地に行って殴られたかもしれない、あるいは沖縄戦で犠牲になられたかもしれない、それで全然関係ない人が来てですね、これは私の土地だって申請すると、これは不正ですからダメですよね。それを防ぐために、隣の隣地ね、隣の土地の人だったら分かるじゃないですか。でその人たちの2人の署名をね一緒に書きなさいということで申請書の中にあるんですよ。ところがなんとその38箱のという土地所有権申請書はですね、那覇市全域のものを取ったんですね。そしてあとこのマワシーソンですね、はい取ったんです。そうしますと、那覇市のかつての西新町とかですね、うん、松山町は松下町とか、まあ、戦後はちょっとそういう地盤があるんですが、はい、そこのところはですね、大禄もそうですし首里もそうですけどね、ほとんどですね、ほとんどと言っていいです、地盤がですね前所有者の名前、現所有者の名前、そして地図が3点セットになってるんです。これ法律ですから、うん、ところが回し損だけですね、すべて1万5100室すべてですよ、全所有者はいらない、ないんです。現所有者と地図だけで申請して全部その人の土地だと。でその代わり証明はいります、証明、うんうん、ところが不明の土地があるじゃないですか、証明ができないような土地がいっぱいあるわけですよね。でそこはそのアメクとか上野屋のね、マーシソンがして特定した土地の委員会というのがありまして、その委員が保証人になればいいですよって。ところがこの申請書を見ますと、同じ人の同じ文字でですね、違う名前を書いて2人の保証人になっているものが、ね、もう何百枚ってあるわけです。つまりおかしいですよね。これ山川市議、戦後結構いろんな地域であったパターンの事案ですよね、うん、一部ね、一部はありますが、しかしマーシソン全体がですね、1万5100室が全てというのは、ちょっとこれは何らかのですね、目に見えない大きな権力が動いて、我が物にしようというね、ことしか考えられないところあります。そしてね、実は他の市町村にもありますよって答弁するんですよ。ところがそれ調べたらね、墓地なんですよ、ほとんど、はいはいはい、墓地はですね、
あの門中墓とかですね、あるじゃないですか。で、誰の墓って分かるじゃないですか。生活を営む土地じゃないでしょう。でそれは一部あります。ところがマーシソンのこの中にはほとんどですね、本当にこの土地を中で土地の上でね、戦前営んで生活の営みをやった人たちの土地がですね、まあ、たまたま戦後のどさくさでですね、従属州受けても資料がないとか何とかありますから、どうしてもあのアメリカが戦後来てですね、民主国家のアメリカがですね、ちゃんとこれはあなたの土地に間違いないということをね、ちゃんと証明しなさいということですのに、全所有者の名前はいらないよと、これがね、実はあの段ボール箱の一部だったんですが、それを、ね、もう質疑しようと思ったんですが、今日はもう時間がなかったんで、また次回の一般質問でもやろうと思いますが、つまりね、おかしいでしょ。おかしいです。いや普通に聞いてても、今今日佐久間さん聞いても思うでしょ。これ私からちょっと私から質問ですけど、これちょっとお話聞いてる限りだと、あの多分ですね、そこの土地って確かにですね、今新都心になってて、もともとは何だったかな、牧港住宅地区の土地ですよね。はい、あの町なとハウジングと言われて、返還した後に日本ではあの牧港住宅地区って言われて、よ軍用地が払われてるところだと思うんですよ。そうするとこれって、その時に多分ですね、あの防衛省でもなんか境界明確化みたいなのやってたと思うんですよ。あ、はい、うん、これは何ですか。土地はですね、はい、明確にあの筆解といいましてね、地盤をつけますよね、はいはい、これは一筆ごとにですね、はい、筆解というのがあって、明確にこれの、A さんの土地はここですよ、はい、B さんの土地はここですよ、林地 C さんの土地はここですよというふうにして明確にやる作業があるんですよね、うん、でところが今日質問をしたんですけど、保安林を一部、昭和9年にね、解除すると。でその時にね、1401という土地、これが後のこのさんの、201番地の土地に該当するんですが、だから自分たちの土地だと、まあ、那覇市は言ってますけれども、でその1401のね、実は解除したところが1401にないんですよ。隣を1430にね、8坪解除しましたということで、農林大臣までこれは行くんですね。ところがこの質問も今日やったんですけども、明確に答えられませんでしたね。そらしてましたね、はい、でこれもねおかしいです。だからこれももうこれ以上分かりませんって、分かりませんって通らないでしょ。これだって、保安林解除は当時の回し村議会でもね決議をして、そして途中県も山林局も含めてですね、全部印鑑を押すんですよ。農林大臣まで行くんですから。でこれがですね、本当に通って本当に通ったのか、それからこの図面にですね、琉球国回し村、琉球国島尻郡、アザ、アメク、まあ、1401とかあるわけです。この実は8坪ともう一つ20坪、これの解除をしたんですが、この2室だけ琉球国なんですね。それ以外は全て沖縄県なんですよ。これもですね、明快なあの答弁、明快には答弁なかったですよ。なかったけども、ですから私はこれもしかしたら、公文書を偽造か詐称かですね、そういう可能性がもう考えられるんですね。本当に出したのは別の普通の沖縄県で出して、なんか分かりませんけどね、あの要するにちゃんとした1401でね、あの解除してね、8坪へ。ところがこれ反対がなってるんですよね。なんでこういうふうになったのかね。つまり我々の議会答弁用とかですね、 そこにはそういうの出しておいてですね、ちゃんとしたものが、あるはずなんだけどないという、もう一点張りですしね。とにかくね、矛盾がもういっぱいありましてね、これはやっぱりあの本当にね、明快にするのは大変な、はい、あの作業だとは思いますけども、でもね、真実は一つですよ、うん、あの老子の言葉にですね、天網か開会あの祖に漏らさずというのがありまして、天の網はね、粗いようで、あの大きくて粗いようだけれども、しかし悪人悪事はですね、ちゃんと一人残らずね、掴むという老子の昔からの言葉があるんですよ。だからそういう思いでですね、はい、ぜひあの小さな針穴からですね、真実をやっぱり明らかにしていかないとですね、もうだって相続された方が93、もう 2,3 歳になるわけですから。那覇市議会はあのインターネット放送してますよね、はい、これアーカイブもあります？あのいや、生だけ、ライブだけ、
ライブと、いや、後であります。あります。録画が見られると思います。ただ、2、3日か3、4日後だと思うんですけどね。わかりました。ぜひご覧いただきたいと思いますね。はい、私、ちょっと聞いてみてあれだったんですけど、一番古い、記載が出てくるのが明治44年。今の111年の会社とか。はい、111年前に来て、はい、で、その後に、単純なお話なんですけど、登記簿とかっていうのがどんななってるのかなっていうのは、はい、だから登記簿がね、はい、もうない、もう登記簿はですね、山林保安林の登記簿がないんですよ。これは沖縄県 の森林管理課のところに私も行って確認しましたけども、保安林の台帳というのがあるんですが、本来ならばこれに一切記録がありません。それから、戦後このある民間の方の、ね、土地も彼らは保安林だと、もともと保安林だったと言ってますよね。ところがこれも保安林台帳にありませんし、履歴もないんです。全くない。だけど保安林と言ってるわけです。ちなみに私ちょっと解説しておくと、あれですよね、登記簿っていうのにこの土地の誰々の所有ですよとかっていうのが載ってて、で地目っていうものでさっき出てきた山林とか保安林、保安林があったかな、保安林とか、あと、まあ、宅地だったら宅地とか、畑とか、ああいうのが、地目っていうのが出てきてっていう中で今、保安林のあれ情報が出てこないっていうお話、でよろしいですか。はい、はい、そうですね、実はここにですね、このある方の、土地ね、その自分たちの土地だというね、土地、これは売買のですね、資金受取書であるとかですね、それから、土地 の登録書ですね、というのが実はあります。でこれはですね、大正13年に契約をされている、13年から14年にですね、まあ、他 の土地もあるもんですから、ものなんですけども、裁判所はですね、これは信憑性がないと、まあまあ、最初から疲れてるんですね。ところがこれをですね、実は正倉院のですね、日本の正倉院ですね、この正倉院のですね、宝物特別調査のメンバーで、まあ、名前はちょっと言いませんが、はい、日本一の、まあ、ある意味世界最高レベルのですね、鑑定をする方がいます。でこの人にですね、その原告側の皆さんのチームがですね、はい、筆跡のこの依頼をしたんですね。この墓地の昔のですね、大正13年以上に、これは昭和以前の紙に間違いないと、昭和以降じゃないと、で毛筆もですね、この人毛筆の専門家でもあるんですね、毛筆についても当時のものであるという鑑定報告書がですね、ここに出てきました。まあ、いろいろね、今回も時間がないですから、あれですけど、あります。つまりね、裁判所はもう最初から、那覇市がおかしな嘘を言うことはないということでですね、全くこういうものを調べなかったんです。で原告がこれを調べて、これはコピーなんで、原本じゃありませんけどね、こういうものをですね、ちゃんと調べさせたら、これは間違いないですと。なぜかと言いますと、この紙質はですね、有害物質が入ってたんですね、明治の頃。でそれでちょっといろんな問題が起こってですね、昭和以降はこれ製造禁止になってるんですよ。ところが裁判所とかの判断はですね、これはいやいや、これは後でね、書いたね、ものでね、信憑性がないと、もう明らかにそんな話になってるものですから、まあ、こういうことも含めて一つ一つですね、明らかにしていかないと、なかなかこの歴史がね、長いだけにね、ただこれはですね、本当にですね、真実は一つですから、私はもう 100% これは民間の方の土地だと思ってますよ。これがいつの間にか戦後ですね、那覇市のものになっているということが非常に問題なので、この辺をもう少し議場の場で、市議会の中でですね、議論をして明らかにしていかなければいけないかなと思ってます。久高議長が、はい、当時議員の時から約20年までこの質問をやってて、バトンタッチされてますので、この市民の方のためにも、そして何て言うんですか、那覇市民全体のためにも、これは理にかなうものだと思うんですよ。これを一つでもやってしまうとね、
こうがですよ、先ほど杉下たように、はいはい、助ける側が当事者になると隠蔽に回ってしまうというのは、これあっちゃいけないことなので、今後もぜひお願いします。はい、わかりました。本当にあの、まあ、今度はですね、6月の13日月曜日、あのインターネットでもあのケーブルテレビでもですね、中継をしております。でもしあのご覧になれなかった方は後で、まあ、数日後なんですけども、録画がご覧いただけますので、ぜひこの問題、那覇市が100年以上かかってですね、来たものが今まさに真実が明らかになりますし、市民を守らなければいけない真実は一つですから、はい、ぜひまたいろんな情報がありましたらあのチャンネルさくらにね、はい、またいろいろとまたあのご連絡いただければと思います。まあ、今日私はあの初出演で本当はあのセットしておけばよかったんですけどね、まあ、そういうわけにもいきませんので、まあ、今後とも一つよろしくお願いします。はい、だんだんね、僕も調べて勉強してから初めて分かる話がいっぱいあったのでね、今話を伺ったら今かっ、向こうの返還された後に価格整理やって価値が上がったっていうので話が変わってくるようになって、確かにっていうのはものすごくあった。もともと純粋に返してくれとずっと言い続けてきて、はい、しかし私たちが、はい、あの戦後ね、ずっともう何十年もね、占有してるから、民法上は占有権があるからね、いやもう時効だよと、那覇のもんですよっていうのが判決なんです。ところがね、あの不動産侵奪罪っていうのがあるわけさ、これは他人の土地をね勝手にね占有して、でそこで商売したり収益上げたりするのはね、これは違法でね、不動産侵奪罪といって、これ刑事訴訟法になるから、重い刑事犯になるわけさ、でこれは時効ないんですよ。正式に言えばこれが全て解決した後にね、チェックの期間の7年間の時効っていうのはあるんだけどね、いわゆる純粋な事項というのはこの世にはない。だから不動産侵奪罪の可能性があるから、あもうこれどう本当にどうまとめていいのか分からなかったんですけど、これ私からのちょっと提案なんですけど、はい、今、図面を時代ごとに、まあ、多分この測量の精度とかいろいろあると思うんですけど、図面をその時代時代に合わせてちょっと整理してってこう重ねていくみたいなやり方して、そこにあの時代背景というかそれ乗っけていくみたいにしないと、なんか若干分かりにくいところが、はい、あるので、まあ、その辺をなんかうまくできたら、もしかしたら解決の糸口ってもっと見やすくなるのかなっていう感じがしましたね。はい、この私もあれなんで、エンジニア出身なんで、どうしてもそういう発想になっちゃうんですけど、はい、今日来た時に傍聴席結構でコロナ禍の中で対策してはいるんですけれども、ほぼ満席でした。午前中約11時20分から始まって、でお昼休憩入れて12時に終わって、で1時から始めたんですけど、終わったのが3時過ぎてましたね。はい、これぐらい注目がある案件だと思っています。事件とは言えません、僕はまだまだ、1月の時にはまだ疑義があると言っておりましたが、これは確かに那覇市議の皆さんが市民のために追及するべき議会の案件だと思いましたので、今後また桜で一生懸命バックアップしながら調査していきたいと思いますので、今後もよろしくお願いします。はいはい、どうもありがとうございました。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。失礼します。はい、というわけで、私ですね、今那覇市の新都心地区ですね、ちょうど、上野屋っていう場所と、アメク、と泊まりっていうこの地域があるんですけど、それの、ちょうど またがってるところぐらいにいるのかなというふうに思います。先ほど、山川議員から市議から、教えていただいたことの、まあ、どういう場所なのかなということで、現場を見たいなということで、先ほどお話を伺った帰りにちょっと来てみました。で、もともと那覇市の、泊まり浄水場でしたかね、浄水場があったんですけれども、その浄水場があったエリアっていうのがほぼほぼ土地の位置って変わらないと思うんですけれども、これ昔からあるんじゃないかなと思うんですけど、こういう貯水槽ですね、大型の貯水槽があって、その周りの土地っていうのがちょうど、那覇市の、浄水場になっているのかなと。その隣あたりに続く、保安林、山林の土地っていうのが例の
もう本当は那覇市の土地ってなってるけれども、那覇市じゃなくて本当は民間の方が持ってたんじゃないかっていう土地の位置になってるんじゃないかなと、まあ、あれと先ほど、図面ですね、これはあの、構図とかですね呼んでるんですけれども、あれ陶器、法務局に備え付けられてるあの地籍図か何か見せていただいたんですけれども、まあ、そこの、土地でいうとこの、浄水場から、続く土地になってるのかなというふうに見えました。ただ今ですね、ここもともと民間地ではあるんですけれども、戦後に、アメリカ軍に接収されて、町名ハウジングエリアって呼ばれた地域ですね、牧港住宅地区っていうふうに呼んでたんですけれども、そういう米軍施設だったところなんですね。でそこが、返還をされて、区画整理ですね、土地を形を整理していって、道路を作ったり公園を作ったりして、今風の土地に、使いやすい土地に直したっていう結果が今これなんです。で、今駐車場になっているところですね、ちょうど那覇市役所がですね今新しい庁舎になっているんですけれども、その工事期間に、仮の庁舎を置いてた場所でもあるんですね。プレハブ の庁舎があった大体の場所になってて、でこの完治処理、区画整理っていうのをやった時に、まあ、値段がだいぶ上がったっていうのもあって、この、もしくは、この、那覇市の土地っていうのが民間の方の土地だったんじゃないのかっていう話に、今こうなってきてると、まあ、そういう場所なんですね。まあ、この現場を見てみて、正確な位置っていうのはちょっと図面が今手元にちょっとないもので、はっきりとは言えないんですけれども、構図から言うとこの辺の土地のことで、それが、区画整理をされて、那覇市の土地っていうのが結構この新都心の中にいっぱいあるというふうになっているようです。で、まあ、現地の風景だけでもなんか見ていただければ少しイメージがつかみやすいかなと思ったんですけども、これからまたちょっと図面とかですね、そういうものも整理しながら、この、問題の、どういうことなのかっていうのをもっと整理していければいいかなというふうに思います。